輝き大師は、石川県七尾市出身で高田川部屋所属の現役、大相撲力士。本名は、多士良成。身長193センチメートル、体重170キログラム、血液型は、大型。最高位は、東前頭三枚目。特異種は月、推し。父方の桃園は、元横綱、和島大師。目標とする力士は、元関脇、和若の里。 トラック運転手の父、兄一人と、姉一人の三人兄弟の末っ子として誕生した。生まれた頃には普通の体格だったが幼稚園時代には、これ以上大きくなったら、制服がなくなると言われ、既成の制服の最大サイズがきつくなっても、着ているほどであった。七尾た停止先小学校1年生の頃から、相撲を始めており、同じ穴水少年相撲教室の文下生であった。 遠藤の4学年後輩にあたる。小学校卒業後は、金沢市立西南部中学校へ入学したが、これは相撲を続けるために親元を離れて相撲部のある中学校に進学したという形であった。遠方とは、同じ中学校の同期である。中学1年時には183センチメートル108キログラムに成長。2009年全国都道府県中学生選手権の 団体と個人を制した。二年生の時の新人戦で、個人優勝したが、これは急に祖母が死去した中での出来事であり、優勝を決めた際にたちは大泣きしていたと伝わる。2010年3月6日の新弟子検査で1 9 3トル1 4 5ラムを記録し、大物ルーキーとして将来を期待され、通る本人は入門直後に、 7から8年で横綱になりたいと力強く言い切った。足のサイズもこの時点で32センチメートルに達しており、通販でないと靴が手に入らなかった。強豪校からの勧誘のある中、1日も早く横綱になりたいと入門し、新弟子検査を控えた時期には、部屋の稽古場で3段目力士と互角に渡り合い、師匠の高田川親方は、しこ、鉄砲の音が違う。 骨から出している評した2010年3月場所で初土俵を踏み、前相撲でのデビュー戦で圧勝し、そのまま所要8場所で幕下に昇進。2012年1月場所は、コトレート6勝1敗同士で優勝決定戦を行うも敗れてしまい、初の格段優勝とはならなかった。同年9月には、西幕下11枚目まで最高位を更新するが、 それから一年余りはおおむね幕下中尉から回を推移するなど足踏みを余儀なくされた。幕下で3年間足踏みしていた時期については重量昇進が確実となった時に自分は関取になれないんじゃないかと思ったとたちは語っている。3場所連続で負け越した際にはそのうち2場所で休勤相撲を連続で落として負け越したこともあって、 このまま一生勝ち越せないんじゃないかと時期になることもあったが、高田川から初心に戻るよう助言を受け、基本運動を徹底的に繰り返したことで立ち直った。その後2014年5月場所は、西幕下9枚目まで最高位を更新して4勝3敗、続く7月場所は、さらに東幕下7枚目まで地位を上げて5勝2敗とした。翌、9月場所は、 西幕下3枚目の地位で土俵に上がり、この場所の7番相撲で重量残留をかけていた、秋瀬山から白星を挙げて4勝3敗として、場所を終えた。2014年、9月場所後の番付編成会議ではこの成績が評価、されてたちの11月場所での、新重量昇進が決定した。トールは重量昇進と同時に執名を、輝き大使へと改名した。輝きの名は、 2015年3月14日に地元石川県まで延伸開業する北陸新幹線で東京駅と金沢駅を結ぶ最速列車として設定される輝きにちなんでおり、大使は親戚である元横綱の和島大使にあやかった。和島の下の名は広志と読むが高田川親方は大使と読むと勘違いしており、和島本人に報告した際にも、 その指摘がなかったため高田川親方がそのまま届けを出し、四行名は大使となった。石川県からの新十両は2013年7月場所の遠藤以来戦後17人目。この場所は11日目に勝ち越しを果たすなど好調であり、場所を10勝5敗の好成績で終えた。2015年は丸1年間十両に定着したが、少しずつ番付を上昇させて2016年。 一月場所で新入幕を果たした。漢字一文字の四個名を持つ力士としては、2012年、三月場所で新入幕を果たした、勢い以来、四年ぶり。この場所は負け越して一場所で重量へ陥落した。しかし、七月場所で再入幕を果たし、幕内三場所目となる翌九月場所で初めて勝ち越した。二千十七年の目標は、幕内での二桁白星、三役昇進。 2017年1月場所は8勝7敗で終えたが、高田川は、よく3月場所前に、先場所は12番は勝てたはず。負けたけれどいい相撲だったしいい負け、にしていかなきゃいけない。これからの相撲人生が長いんだ。今、安易に勝ちに行ってしまうと向上心がなくなり、努力しなくなる。もっと稽古しようと思わなくなる。一場所でも長く取ればいいやという力士じゃない。 輝きは目指しているところが違うんだから、とコメントした。2017年3月場所からは、横綱、木瀬の里の横綱土俵入りで、昇宝山の代役となる梅雨払いを務めている。2017年7月場所からは、高安の大関昇進に伴い、横綱、木瀬の里の横綱土俵入りで、立ち持ち、梅雨払いを務めることとなる。5月場所では、東前頭筆頭から、 東前頭5枚目にかけて勝ち越した力士が皆無であり、平幕上位に昇進枠があったため、幸運にも5枚上昇の西前頭4枚目の地位を与えられた。この場所は5勝10敗に終わったが、9月場所は幕内一桁大後半にとどまる星の力士が少なかったため、幸運にも2枚加工の西前頭6枚目で踏みとどまった。十月十五日の秋巡業金沢場,場所では、 外戦を果たし、午前7時半から握手会を2回も行い、昼過ぎからは、神衣実演。さらに土俵入り後には、人気の幕内、石浦と番外取り組みまで行った。朝稽古として行ったぶつかり稽古では、この日から巡業に合流した横綱、白鵬から指名される形で、約6分間、白鵬の胸を借りた。輝きは腰を下ろせ、 背中を丸めろと言われました。必死であまり覚えてないんですけどと恐縮気味この日は朝から石川県警察の1日暴力団排除対策官も務めた。人気力士の遠藤が休場した中、輝きが一層輝きを増した1日となった。輝きは秋場所は負け越したので地元の声援は本当にありがたかったです。九州場所では番付が下がりますが、 また上位に戻れるように頑張りますと決意していた。しかし、翌、11月場所は、序盤は3勝1敗とまずまずのスタートだったが、6勝4敗の11日目から、4連敗で、負け越しが決定した。先週楽は遠藤を一気に押し出し、連敗をんで止めて7勝8敗とした。2018年1月場所は、中日の時点で4勝4敗と、一進一退であったが、 後半に星が伸びて13日目に勝ち越しを確定させた。最終的には9勝6敗の勝ち越しで、この場所新入幕の兄弟子、竜電と揃って高田川部屋の幕内力士は二人、全員勝ち越した格好となった。翌、3月場所は一進一退の末14日目に負け越しが決定し、7勝8敗で終えた。5月場所は西前頭8枚目で迎え、 6勝5敗の12日目から3連勝。13日目に勝ち越しを決め、9勝5敗で先週楽を迎えたが、この場所関当賞を受賞した千代の国の突き落としにばったり、9勝6敗だった。同年7月場所は上位層あたりの場所となったが、3横綱が全員休場したため、横綱とは顔が合わなかった。高安。 豪栄道の二大関と対戦するも両方に敗れ、三役以上には小結びの小宝山にしか勝てず、六勝九敗と上位の壁に阻まれた。翌九月場所は東前頭六枚目の地位を与えられた。この場所は二勝五敗の八日目から四連勝して白星を先行させたが終盤に失速し、七勝八敗と二場所連続の負け越し。幸運にも、 販売加工にとどまった11月場所は場所を通して波に乗れず11日目に負け越しその後もなかなか白星に恵まれず5勝10敗の大敗を喫した2019年1月場所を6勝9敗で終えて自己アーストとなる4場所連続負け越しを記録するも3月場所は12日目に琴江校を寄り切りで破って勝ち越しを確定させ5場所ぶりとなる休憩直し 勝ち越しに際して落ち着いている。稽古をするしかないと思ってやっている。それが全てとコメントを残した。この場所は9勝6敗で取り終えた。しかし、東前頭10枚目の高月場所は序盤から不審で10日目に伊佐尾昌流に押し出されて早くも無効休金が決定。その後はやや巻き返したが5勝10敗の大敗を喫した。 西前頭12枚目の7月場所も一進一退の末、7勝7敗で先週、東前頭13枚目で迎えた9月場所は場所を通して不調で、6勝9敗と3場所連続の負け越し、10月5日の秋巡業七尾場所では8日の和島の一周期を控え、責任感を持って相撲を取った。ご当地の大歓声を浴び、平幕の壁山、小宝山だと、 計11番取って7勝。西前頭13枚目と幸運にも、半枚加工に留まった11月場所は、4日目までは2勝2敗の5分の星だったが、翌日は対戦相手の若隆景が休場したため不戦勝となり、これを皮切りに5連勝。優勝争いにも加わろうかという勢いだったが、翌10日目に、テルツヨシに押し出しで敗れて、優勝争いからは交代した。 それでも、翌11日目は気持ちを切り替え、鶴剣賞を電車道で持って行って4場所ぶりの勝ち越しを決めた。12日目、13日目と連敗したが、14日目は豊山を押し出して9勝目を挙げ、千秋楽も小宝山を一方的に押し出し、幕内では自震初となる二桁勝利を挙げて1年を締めくくった。12月24日に発表された2020年、 1>, 1月場所番付では、番付運に恵まれずに自然と11枚目と2枚の上昇に止まった。2020年の目標は、三役、金星、優勝の3つを挙げた。その1月場所は5連勝スタート2連敗、4連勝、3連敗と、連相撲の様相を呈する星並びで、迎えた千秋楽は、技能賞候補に上がっていた炎鵬を押し出し、 10勝5敗と2場所連続の2桁勝利を挙げた。輝き自身は嬉しいとしながらも終盤の3連敗で優勝争いから脱落したこともあり、もっと突き詰めて勝っていけるように時を引き直していた。なお、この場所では兄弟子の竜電も西前頭8枚目で10勝5敗と2桁勝利を挙げている。基本的に長身取り位置を活かした突き押しを行い、 左の、おっつけも交えて、低く当たって、相手を、土俵外へ出すのが、輝きの相撲での良いパターンである。重量昇進時の報道によると、師匠高田川は、器用だから、回しを取ってもいい。立ち合いの当たりをもっと強くして、ぶっ飛ばして突くもよし、刺すもよしとなれば、相手も、相当怖いはずと話している。しかし体質なのか、体に針が欠けており、35台。 木村翔之助からは、その点を指摘されている。2016年11月場所前の座談会では、ナルトが、突き押しだけだとでも伸びなくて、なかなか幕打ちでは通用しないけど、先場所は、突っ張りで相手を起こして、中に入る相撲が多かったので、勝ち越しにつながったと思いますと話している。2017年1月場所前に、お笑い芸人を集めて行われた、 座談会では花輪から腰高を指摘されている。2016年後半にかけては、諸差しの相撲も見せている。2017年のインタビューでは、立ち合いで当たり負けをしないが、前半戦で出遅れることを自ら話している。同年7月場所3日目の裏戦を終えた後の支度部屋では、しっかり当たっていこうと思った。相手は潜ってくるんで、それを警戒した。 先場所はそれで負けているんでと自身の取り口や弱点を分析していると言えなくもないコメントを残している。2017年9月場所前の座談会では、西岩が、あの腰高は治らないんじゃないですかだから、腰高を治すというよりも、あの長い腕を利用して体も大きいですし、アけボのさんのように突っ張ったり、回しを取っても、体力で圧倒するような相撲を取ったらいいと思います、と話しており、 愛の海も、一つ、これだというものを掴んだら、化けるんじゃないですか。突っ張ってから、パッと紙手を取って、絵画を返して寄っていくような相撲が身についたら、自信もついてきて、そしたら、一気に駆け上がっていくような気がしますと評している。非常に稽古熱心な力士であり、2017年11月の記事によると、場所中でも夜のちゃんこを食べ終えると、席を立って稽古場に足を運んで、しこ 吊り足、鉄砲、その日の取り組みでうまくいかなかった点の確認などを行う。2016年1月場所から始めた習慣であり、徐々に部屋でも追随する力士が増えたが、食事に同席している講演者はこれに驚くという。2021年5月場所終了現在、ありがとうございます。